シティオブ・カンタベリーは、オーストラリアにかつてあったニューサウスウェールズ州の地方公共団体。2016年5月12日、シティオブ・バンクスタウンと合併し、カンタベリー・バンクスタウン・カウンシルとなった。市議会が設けられている、キャムシーは、シドニー CBD の南西1 3トルに位置する。地域は、3つの河川系に囲まれている。市の北辺を流れる、クックス川、 地域の南端を流れるウォーリー川、地域の西端を流れるソルトパン川である。また、カップソーサー側が市内を流れる。地域は丘陵地帯の上に展開している。アップダウンがある。シティオブ・カンタベリーは以下のサバーブで構成されていた。2011年の国勢調査では53.3%の住民がキリスト教を信仰している結果が出たが、 その次に多いのがイスラームの16.6%である。シティオブ・カンタベリーの議会は住人によって構成される。任期は4年。市議会は3つの選挙区によって構成され、最新の議会選挙は2012年9月8日に実施された。オーストラリア労働党6人、オーストラリア自由党3人、オーストラリア緑の党1人で議席を分け合っている。 市長は10人の議員の中から選出される。市長は、オーストラリア労働党のブライアン・ロブソン。オーストラリアン・ビューロー・オブ・スタティスティックス・リージョナル・ポピュレーション・グロース・オーストラリア・2008-09-2010年6月3日閲覧。カンタベリー・シティ・カウンシル・セントラル・ワード。 ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月15日閲覧カンタベリーシティカウンシルイーストワードローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月15日閲覧カンタベリーシティカウンシルウエストワード ローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月15日閲覧カンタベリーシティカウンシルメイアールエレクションローカルガバメントエレクションス2012エレクタールコミッションオブニューサウスウェールズ2012年9月15日閲覧ありがとうございます